どうも、クマです。ミッドレンジロイヤルでランクマッチ潜っていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、ロノさんも見てます。おお、びっくりした。ロノさんいたのか。そのネタまたやんの？さっきの動画でもやったよ、それ。だからスカイプも5時間繋いでるっちゅうん。そっかそっか。俺それまで無言だったってのかよ。おかしいでしょ？びっくりすんじゃねえよ。時間も一緒にいたのか、びっくりするわ。録画する前まで話してたでしょうが。さあ、ロイヤルで行くの。そうですね、ロイヤルのミッションがあるのでロイヤルで行こうかな。なるほどね。退屈させてくれるなよ。さあ、本職ヴァンパイアがいるが、ここは1枚だけ変更。いいっすね、フクスフェンサーの流れは超強い。できればここでヴァンガードを引きたいが、そんなうまくいかないでしょ。ただ高校ってのがね、ロイヤルは苦手なんですよね。うん、先行でフクスフェンサーやったら止まらないんだけど。うん、お、相手出せない。うん、ここはヴァンガードだ。来たよ、イケメンヴァンガードさん来たよ。ここは不屈を出して、不屈が駆られないようにヴァンガードは処理と。うん、また出てきたりして、あいつウルフちゃん。まあこれはいいっす、強いっすね。まあ強いんすけど、まあロイヤルにおいてはそんなに強くないんで。生きてみせる。これでかいね。さあ相手は早くも復讐状態に入りました。そうっすね。ただまだ PP は4でございます。ディアボリックで勝ってくると、うん、そんな回復して、なるほど。ここはセージ見えてるんで展開してきます。これで決めます。恐れるものは何もなく、優雅に参りますよ。もうおしまい。エリュニュスは強いね。お手調べだ。憎しみは私の糧になるの。退却だ。申し訳ありません。私を嫌い、主人様。憎んで。これがエリュニュスの強さっすよね。まあアドバンスでちょっと狩るしかないかな。覚悟はいいですか。全は遠さは決して止まらない。エンバレー、なるほど、エンバレー入ってんのは怖いね。これはちょっと脅しだね。エンバレー持ってるぞ。さすがに1枚しか入ってないでしょ。ここはクイングレー。鈍いな。なんで？我が進化よ。お行きなさい。鈍いな。祖国のために。展開していく。死んじゃうね。進化権もったいないんで。押せ。復讐状態にさせてしまうが、フェイス。強いね。エンジェル。2枚持ちか。強い選択肢だな。ね。で、フェイスかな。接戦が。あら。フェイスには来ないと。じゃあ、乙姫。これは、相手の HP が高いんで、ちょっと。もったいないけど、乙姫の進化しか
ないかな。さあお互い進化圏を使い切って、うん、戦うことになりますね。そうっすね。撤退じゃー。そんな、そんな。まあロイヤル王道の世辞こます。私の策を信じるの。王道だね。さあ来たよ。ここまで来たよ。ここまで場に展開してるよ。ブラッティから一発殺しですね。お見事です。一点足りなかったね。うん、やるね。まあ、これが今ロイヤルがほとんど使われてない理由だよね。うん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 。結構今のランクマッチでロイヤルで戦っていこうってのは厳しいんですよね。うん。なんでロイヤル作ったのを後悔してるクマでした。いやまあまあ今後も出番あるかもしれないからまたね。カードが確かに実装されて。うん。さあビショップ、これも勝てない相手の筆頭ですね。どうぞ覚悟を。光があなたを導くでしょう。なんか今はエルフが、うん、エルフビショップが強いんで、エルフ対策にエンバレ入れてる人が多くて、ミッドレンジャーそのエルフ対策でなぜか殺されるっていう。エイラエイラ？いやエルフ。エルフエルフ、うん？エルフビショップなんてあんの？いやエルフが流行ってる。エルフとビショップ。あ、エルフとビショップね。そういうことね。あ、これは弱い。あ、ちょっと動きできないね。これは。スネプリも強いんだよね。突破できないんだよね。さあ、戦場からまっすぐに。勝っちゃってよかった。ミスった。なんかこういうわけわかんないミスが多いな。私は。宿命を守るもの。そうだよ、ね、ずっと一緒よ。あー辛いね。これは辛いね。失踪が何の意味も持たない。こいつ強いからね。いやーきつい。鬼畜だなマジで。これは手札やばすぎでしょね。ロイヤ進化4点残し、それがベストか。この剣を誓う、あなたの勝利と栄光をこれで決めます。一応盤面を倒せる力は持ってる。祈りが唱えて、うん、守るとユニコーン。頑張ります。さあどうなる。これはうん何もしない。行きます。これはいいんだけど、まあ乙姫やっちゃうかフクスフェンサーやるかどっちかだな。乙姫にしよう。乙姫様を守ってやろう。なんだな。まあこれは回復されるけど、まあ2なんでどうでもいい。エスキューション破壊か。今引いてきたって感じなのかな。あ、これはテミスあるよってお知らせですね。完全に。うん。私の策を信じるのだ。そら、遊んでやろう。姫様に任せ
まあ、なんだけど、もしなかったらの時のために一応盤面を処理する。慎重だね。そうそうそう。てっきり顔殴るのかと思ってる、全部手水使うからと思って。まあ、1枚は入ってるんだろうね。いや、なんかさ、これで手水なかったらさ、盤面処理しなかったらアホじゃん。ただほら、ない、なかったね。そう、こういう可能性があるからさ、ワンちゃん。さあ、進化してくるが、もう1枚政治を引くと激強だが、強いね。なかなかないコンボだよね。政治政治っていうね、ターン超えて、あー、フロフェンか。これはアドバンスを出しとくか、フェンサー出しとくかだな。フェンサー出しとこうかな。行きますわよ。乙姫様にまつりさせません。乙姫様にまつりされません。計略を編むとしよう。いいね、いいね。中央城進化で終わりにしましょう。守護持ちになる。なんと動い戦なのでしょうか。作詞作に溺れる。まあ、これはフェンサー使っといてよかったね、パターンだね。ここは普通にスタッツが高いのを出したい。これも神の導き。そうだね。いざ出陣。祖国のために。乙姫様に乙姫様に乙姫様に参りますわ。なかなか相手剣、相手はもう進化剣ないから狩りづらくなってきてるね、うん。一方こっちはいつとなったらフロフェンの進化もあるしね。そうだね。冒険で1枚消し、この教会に立ち。あー、うざいね。うざいの来たね。まあ、うざいの来たけど、これはもうしょうがないかなって感じかな。ちょっと待って計算しよう。3の4だから1体捨てる。乙姫様にまつりさせません。乙姫様、いざ出陣。で、あと1上げればいいから我が振り使っちゃう。我が進化よ、お行きなさい。生きてみせる。この槍が私の手なんて。やりおらい。当然の結果です。これがミッドレンジの強さだ。まあ、手札切れを起こさずに盤面がずっと5体っていうのは結構脅威だよね。まあね、うん。今日なんかやっぱダークネスエボルブのさ、いろんなカードのあれから比べるとちょっときつそうだね。そうだね。エイラとかやっぱインパクト強いよ。ビショップがとにかく強いね。うん。そしてダークネスエボルブで今流行ってるロイヤルの方は見果たすロイヤルだから、あんまり今に合ってないロイヤル。しかもロイヤル戦でミラーなのにもかかわらず高校を取ってしまう、この引きの弱さ。レニャ。相手が理想ムーブしてくるともう6とか7で死んじゃうね。さあ固まってる。うん。これは食いぶれ出そうかヴァンガード出そうかって感じ。そんな悩む。おびっくりした。
HPP なかった。まあただロイヤル戦はオーレリアがまあ刺さるといえば刺さるんで、まあそれはお互い言えること。じゃあ靴でちょっとお茶を濁して、靴じゃないランサー。ただここでノーブルストルーパー来ると結構強い。戦場をかけましょう。退却だ。何もせずに15まで削られて、うん、さあ戦場からだ。まっすぐに。まあ、1体狩るしかない。速さが足んねえか。おお、ミラージュディフェンダーなんて初めて見たな。うん、なかなかね使わないよね。じゃあここはプロフェンでした。さあプロフェンや。これで決めます。プロフェン進化はもう多分今までの進化の中で一番見たんじゃないか。さあ盤面という意味ではまあドローくらいか。まあプロフェンを狩らない。ほら狩らないのプロフェン。そんな選択肢ある？なるほどね、強気だね。ただまっすぐに。強気というか悠長だ。悲しみを立ってみせる。まあこれは単純に除去させてもらおうかな。じゃあ私に任せな。じゃあプロペン回復する感じだ。覚悟はいいですか。で守護のやつを強化しつつ顔を投げまくる。痛いよ。アドバンス。まあ進化してきても言うてこっちは次聖児なんで。うん、勝ったね。勝ったね。進化まで含めたの勝ちじゃん。もう勝った、うん、勝った。おめでとうございます。私の策を信じるのだ。はい、勝ち勝ち申した。あえて進化を使ってね。二人で叩きゃいいもの。間違ってあれしないかなと思って今。盤面殴っちゃうとか、ね、まあ相手は失踪気味なんでミッドレンジの方がやっぱり今は強いっすね、うん、連勝じゃん。せやで。まあ、どうなんだろうね。今失踪型は結構失踪ガルラに食われちゃうから、うん、結構失踪ロイヤルは使いにくいなっていう俺は印象を受けたんだけど。そうなんだね。さあ来たビショップ。ビショップ、ビショップばっかり。ビショップばっかりでなんかもうノイローゼになっちゃうね。プロフェン3枚何それ。変な。だってすごくない、確率的に40分の3でしょ。だってそれを全部引いたんだ。やばいね。3連続フロフェン進化するとかしてた。これは強いですね。123、うん、でかい。まあこの123動きやすいってのはやっぱロイヤルの特徴なのかな。強みでね、うん、簡単には詰まって完全に止められるっていうね。ビタッね、こんな1枚だけにね。情けないね。クイックブレーダー何もクイックじゃないことになったねこれ。一回殴って終了も。おわエイラか。ほらエイラだ。エイラ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 ビショップっすね。戦場をかけましょう。ただまっすぐに。押せ邪神様。まあ高校なんで4ターン目フロフェン進化、5ターン目アドバンスとか動けるは動けるけど、それまで生きてられんのよくわからんな。うーん、カード引いてくるね。まあここは王道のフロフェン進化で。可愛いからって甘く見ないでよね。これで決めます。あとエイラビショップはもう40点削る気持ちでいかないと心が萎えてしまう。すぐに行くんだ。
40点削るつもりでやりましょう。そうだね、20点なんてとこ目指したらね、そうそうそう削れませんよ。そうそうそう、削りきれない。回復されて盤面も強くなるし。あー、これで二熟か。強いんだよな、僧侶は。僧侶うざいよね、二熟の中で。もう二除去できるってのは本当に強い。ビシッと見えたぞ。砕かれるとは。あたしに任せな。行きますわよ。悲しみを立ってみせる。まっすぐに押せ。テミス、うぅ、これはやられたな。つってやられたね、これは。まあ乙姫展開してもいいけど、世辞駒がないのが辛いんで。辛いね。あれあれ、これで失礼。うん、ちょっと世辞駒ないと乙姫はいまいち使いづらい。うん、迷える者にシルベを与える。さあ、こっからエイラビショップの本性が発揮されるか。怖っ。ここからです。我がシルベに従わない。お母ちゃん、すいません。ここで世辞駒来るか。だったら乙姫展開。何やヒラメが舞い踊る。乙姫様を当てて。まあ6点は甘んじて受けるしかない。迷える者にしるべを与えよう。これはもうこのターンで勝てないと無理なんで、うん、結構厳しいんじゃないっすかね。まあオーレリア出すか。そんな悠長なことしてる暇ある。ちょっと私の策を信じるのだ。信か。覚悟はいいですか。すでに勝利は目前。計略を編むとしよう。シルベがなくては人っ子。やったー。まあ、あいつは触れてもどうしようもないんで殴ります。うん、さあ、まあ、残り5。勝手に20点いくまで育てといてくれって感じだ。しかし回復量が追いつかないんじゃないか、それだと。いや、どうだろうね。ヒーリングエンジェルで。エイラービショップの本領8回。盤面10点だよ。うん。無理だね、これ相手。OK! はい、エイラーに勝ったやん。そう。まあ、1体は放置しといていいんだよね。勝手に育てといてくれってやつ。当然の結果です。うん、なんかミッションが終わったな。やるね。じゃあ、あれか、カードをまとめて引くのか、後で。はい。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。